ます。今日はですね、皆様にお伝えしたいことがあって、動画を撮っております。なんと、M3CS の日本動画が決定しました。はい、日本限定30台の抽選となっております。抽選は、本日5月17日の11時からとなっております。皆さん、お知らせをする方は概要欄にリンクが貼ってありますので、こちらからぜひ抽選にご応募してください。そしてまだ M3CS っていう方はですね、この後説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。アベモータース。はい、それでは M3CS についてなんですけども、以前同様 CSM の動画を撮影しておりますので、この動画、こちらの動画をご覧ください。違いとしてはですね、 M3CS の CS、 これはですね、コンペティションの CS、 そしてコーツのメサンドサーキット走行、今サーキットで見てますけど、サーキットでも走れるし、まあ、一般的な日常でも使えるような、そんな車を考えられて作られた。ベースとしては M3 コンペティションをベースとなっております。そしてエンジンの強化と、まあ、軽量化もされております。ボディカラーはフローズンホワイトという専用のカラーとなっております。全長4795、幅が1918、高さが1444です。単位はミリになっております。 M3 コンペティション X ドライブと比べて、全長はマイナス10ミリ、幅はプラス13ミリ、エンジンは直列6気筒の3リッターエンジンです。最高出力は550馬力、 M3 コンペティションと比べてプラス650Nm です。こちらは変わりないです。0-100の加速はなんと 3.5 秒、 M3 コンペティションと比べてマイナス 0.5 秒となっております。装備としてはエクステリア、ボンネットとルーフがカーボンになっております。そしてキドニーグリルも専用のグリルとなっており、こちらもカーボンでできております。そしてもともとカーボンエクステリアパッケージドアミラーだったり、リアスホイール、エアインテント、この辺りもカーボンでできております。そしてリアのディフューザーもこちらもカーボンですね。そしてホイールは M 単造の827ゴールドフロントランになっております。フロントが19インチ、リアが20インチの設計。タイヤサイズはフロントは2753、リアは2853の R20 です。ディスクサイズはフロント400mm、 リアは 380mm の 28mm となっております。そしてライトにも変わっておりまして、ヘッドライト、ボタンのヘッドライト、そして BMW レーザーライトです。最近はですね、 BMW レーザーライト使ってないんですけども、今回レーザーライトを使っております。そしてインテリア、シートは M カーボンバケットシートで、サーキット用の可燃式シートベルトも対応しております。そして電動機構もついており、ヒーターもなんとついております。まあ、このあたりすごい日常を考えられてますね。ステアリングは M アルカンターラステアリングです。シフト周りの、パネル、このあたりはカーボンでできております。そしてワイヤレスチャージャーも装備されています。ないんですけども、前回撮った M4CSL を参考にしていただけると分かりやすいかなと思います。はい、ぜひご興味ある方、概要欄にですね、専用リンクが貼ってありますので、ぜひそちらから抽選にご応募してみてください。抽選の本日5月17日の11時から5月30日の11時59分、限定、日本限定30台、世界限定1500台なので、地
常に価値ある。